第4試合30分1本勝負、北斗晶対沼っち。まずは赤コーナー、北斗晶選手に伺います。武道館大会では LLPW の風間選手に完勝、念願の冠再戦に向けてまた一歩踏み出しましたね。そうですね、そんなことは関係ない、ふざけたやつだな、今日早く片付けちゃうよ。今日対戦相手の沼っち、大変身を遂げてノリに乗っています。関係ないよ、そんな。何か送る言葉を一言。何もないよ、だから早く片付けるって知ってんだろ。北斗晶選手でした。続きまして青コーナー、沼っち選手に伺います。よ、女土木作業員のスタイルすっかり板につきました。いかがですか。まあ今も一仕事終えてきたんでね、ま、間に合ってよかったね。悠長なこと言っておりますが、今日の対戦相手北斗晶選手、デンジャラスクイーンと恐れられておりますよ。いかがですか。まあ、なんだか知んないけどスコップで掘っちゃうぞ。スコップで金星掘り当ててください。沼っち選手でした。第4試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、全日本ジュニアチャンピオン150パウンズ、沼っち。赤コーナー、デンジャラスクイーン、ラスカチョーラスオリエンタルス155パウンズ、北斗晶。レフリー笹崎克美。続きまして第4試合はシングルマッチ30分1本勝負。これは次の試合でブル中野が全獣イズム全獣勝負7番勝負をぶち上げておりますけれども、もう一つの全獣イズム全獣試合と言ってもいいでしょう。北斗晶対沼っち選手の対戦。異色対決ですね。もう沼っち選手入場シーンだけでつかみは OK という感じで、つかみ OK ですね。100つかみますからね。これは全く今日も北斗選手相手にしても物おじしてません。あ、もうこの試合はいかに沼っちが沼っちでいられるかですね。勝負は頭をご覧ください。お前は寿司屋か孫悟空かという感じですか。悪いな、今日は2試合だからお前もな、お笑いに付き合ってらんねえんだよ。お前いつから親父になったんだこの野郎。さすがの沼っちもいいところなし。あのバット選手に話聞く前に終わっちゃったんですけど、バット選手どうですか。どうですかこの試合。宇野さん2試合ですからね。ああ自分の分もありますから。っていうのを入場だけですかね。本当に入場だけで終わっちゃったらもったいなかったんですけどね。ここでリングスターちょっとご注目ください。 LLPW が武道館で私を前に乾杯した。でも新たにもう一度再戦を要求したい。もしこの要求を飲んでくれなら私はこの髪の毛をかける覚悟ができてる。11月9日小前さんで待ってる。先日武道館大会で北斗選手に完敗した方ですが、おい、わざわざご苦労さん。今日はお前んとこの1周年記念パーティーだってな。お前こんなとこ来てねえで早くそっち行けよ。だけどおい、挑戦状貸せ。よし、この挑戦状は預かっておくよ。返事は9月29日の名古屋だ。それまで待ってろよ。挑戦状を預かった。返事は待てていう北斗の返事でした。今後の風間北斗絡みの試合、目が果たせそうにありません。そうですね。なんかわけのわからない試合終わってしまいましたね。あのままでは済まなかったろうという感じはしてたわけですけれども、試合の方が注目されてしまいました。北斗対沼っち戦でした。はい、見事勝利を飾りました北斗晶選手です。お疲れ様と言うべきでしょうか。いや全然疲れてないけどさ。汗もかかずに。そうだね。
まあ、試合後の方が大変なことになりましたね。この風間選手から挑戦状が来ましたが、この挑戦状は預かっておく。返事はさっき言った通り9月29日のあの LL との全面対決の名古屋だ。それまで考えておくよ。北斗晶選手でした。